はい、こんにちは、こんばんはじゃない、マサトです。日曜日、教会のを終えてからですね、今日ちょっと遅くなりましたですね。はい、2時過ぎてます。まだお昼までですね。はい、28度、梅雨の真っ盛りですね。どんよりしています。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。北海道以外みんな梅雨に入ったんかな、どうかその辺は分かりませんけど、私のふるさと沖縄もう梅雨明けしてますね。今日はこの礼拝を振り返って、ゼカリア書9章かな、そういうこの、神様のその予言ですね、例えとしてこの、夜の 星空を見るときに、このカシオペア座かな、星は見えますけど、近くの星と遠くの星が一緒に見えますけど、だいぶ、この離れているということで、今予言もこの見通して、そういう近くの予言、手前の予言、奥の予言、まあそういう、まあ私見る風景、近くの見るのと奥にあるのが、違いますけど、景色も見えますね。近くの風景と遠くにいる、そういうことで、まあ予言も近くの予言と遠くにいる予言実装、そういうちょっと説明はちょっとあれですね。はい、こんな感じで、今週もスタートしました。日曜日ですね、感謝いたします。はい、2時遅くなりましたけど、はい、早いね、もう疲れ切ってますけど、はい、マサトです。今週も頑張りましょう。皆さんも夏ですね。明日から7月ですね。ジュライかな。はい、明日から新しい月です。熱中症にはくれぐれも、湿度が、特にこの熱中症湿度が、関係、すると言ってますので、はい、皆さんも体の十分に気をつけてください。マサトでした。もうほとんど健康管理の話になりました。はい、次回の日曜日教会を終えてでお相手しましょう。マスターでした。シューゲネスパシャンブルジュシャロムシャロムシャロム。